今日の総会には県内21の商工会議所すべての幹部が出席し行政への要望活動など昨年度取り組んだ事業の概要が報告されましたそして中小企業や小規模事業者への伴走型支援の推進を目指す今年度の事業計画案と任期満了に伴う連合会の役員の専任議案が承認されました。 新しい役員による理事会で連合会の会長には千葉商工会議所の佐久間秀俊会長が再任されました。